ハリスコ州の州都グアダラハラに本拠地を置くサッカークラブである。プリメーラディビシオンに所属している。チーバスグアダラハラとも呼ばれる。プリメーラディビシオンで11回、コパメヒコで2回、カンペオンでカンペオネスで7回、インテルリーガで1回、コパチャレンヘールで1回、コパデオロでオクシデンテで4回優勝しており、 メキシコで最も大きな成功を収めたクラブの一つである。プリメーラ・ディビシオン創設時の10クラブの一つであり、リーガでアセンソに降格したことがない。歴史的にクルブアメリカとライバル関係にある。創設当初を除けばメキシコ国外出身選手と契約したことがなく、メキシコ人選手だけで構成される、メキシコ唯一のクラブである。2005年と2006年、 二年連続でコッパリベルタドーレスでベスト4になった。チームカラーの三色は、それぞれ兄弟愛、団結、スポーツを象徴している。クラブのマスコットはヤギであり、スペイン語でヤギを表すチーバと呼ばれる。国際サッカー連盟によれば、チーバスはメキシコで最も成功を収め、最も人気のあるサッカークラブである。2007年に、 グループをレフォルマが行った調査によると、メキシコの人口の28%が、チーバスのファンである。優れた、株組織を持ち、ハビエル・エルナンデス、カルロス・ベラ、オマール・ブラボ、カルロス・サルシードなど、国際舞台で活躍する選手を多く輩出している。メジャーリーグサッカーの CD ・チーバス・ USA は、CD ・グアダラハラの兄弟チームであり、アメリカで、 CD グアダラハラの知名度を向上させる目的で設立された。1904年にメキシコに到着したエドガル・エベラエルトがクラブの創設者であり監督となった。エベラエルトのヒーキクラブはベルギーのクラブブルフェであり、クラブブルフェのユニフォームの縦縞や配色などがチーバスにも採用されて原型となっている。クラブ発の選手はフランス人だったため、 クラブカラーはフランス国旗のトリコロールに由来すると主張するサッカーシアもいる。最初期のチームはメキシコ人、ベルギー人、フランス人選手で構成され、やがて何人かのスペイン人やイングランド人選手も加わった。選手の多くはフランシア工場の従業員であり、異なる国籍の選手間の友愛を表す CF ニオンがクラブの名称として用いられた。 ヨーロッパ遠征中にエベラエルト監督は都市名をクラブ名称に採用しているクラブはファンからより多くの支援を受けていることに気づき1908年住民からの支持を得るために監督と選手たちの賛成を受けて CD グアダラハラに名称変更したまた同年にはメキシコ出身選手のみと契約することを決定した1910年代後半に メキシコ革命が終焉し、メキシコ国内のアマチュアサッカーリーグは公共を停止した。1906年から1943年までに、1908年の初優勝を含めて、チーバスは13回のリーグ優勝を果たした。またこの時代には、FC アトラスとの間で、メキシコ最古のライバル意識が形成された。1943年、 様々な地域のリーグが合併する形でリーガマジョールが設立されプロリーグ時代が始まった。チーバスはプロリーグ化後の数年間は低迷したが1948から49シーズンは例外的に3位となった。この年には CF アトラスのファンからチーバスロカスというニックネームを与えられ、これは本来は部別的な表現だがアトラスに比べて チーバスが圧倒的な人気を誇っていたことから、クラブのニックネームとして定着した。1951から52シーズンから1954から55シーズンには2位となり、ジャメリートというニックネームを付けられた。1953から54シーズンには、アダルベルト・ロペスがプロリーグ化後、クラブ初のリーグ得点王となった。 1956から57シーズンのチーバスには、サルバドール・レジェス、ハイメ・ゴメス、イシドロ・ディアス、ホセ・ビジェガス、クレシェンシオ・グティエレスなどの選手たちが在籍し、メキシコサッカー史上最高のチームの一つに数えられている。この時代のチーバスは、エル・カンペオニシモと呼ばれ、このシーズンにプロリーグカゴ初優勝を飾った。 1950年代後半から1960年代前半には、ドナルドルス監督や、ハビエルデラ・トーレ監督が指揮を取り、7回のリーグ優勝、2回のコパメヒコ優勝、3回の北、中米カリブ海、サッカー連盟主催大会優勝、7回のカンペオンで、カンペオーネス優勝を果たした。 1958から59シーズンから1961から62シーズンにはリーグ戦で4連覇しているが、これはメキシコサッカー史上最長の連覇記録である。メキシコ国外でもチーバスの存在が認識され、1964年にはヨーロッパ遠征で FC バルセロナ、ベルダーブレーメン、リールなどと対戦。2勝4分4敗の成績を残した。 1970年代と1980年代はじめは暗黒期となった。1971から72シーズンの5位、1976から77シーズンの6位となったが、1970年代には2度しかギギージャに出場できなかった。1980から81シーズンには3位となったが、 1981から82シーズンには、悲惨な道路事故が起こり、選手のホセ・マルティネスが死去。マルティネスの背番号22は、欠番とされ、このシーズンは17位に沈んだ。1982年には、1960年代、中頃にチーバスでプレーしたアルベルト・ゲイラを監督に、昇平。1982から83シーズンは、 レギュラーシーズンで7位となり、リギージャでは準々決勝でアトランテ FC を準決勝でライバルのクルーブアメリカを破った。1970年代にプレイオフ形式が導入されてから初めてリギージャ決勝に進出したが、決勝ではプエブラ FC に PK 戦の末に敗れた。百八十三から十四シーズンにもリギージャ決勝に進出したが、 今度は、クルブアメリカに2試合合計4の5で敗れた。しかし、1980年代後半から1990年代前半に、かけては上位に定着。ゲーラ監督が率いた1986から87シーズンには、レギュラーシーズンで1位となり、決勝でクルス・アッスルを下して17年ぶり9回目のリーグ優勝を飾った。この期間には、 ベンハミン・ガリンド、ホセ・マヌエル・デラ、トーレ、フェルナンド・キラルテ、ハビエル・アギーレなどが活躍した。チーバスが新時代に入る前の1990年代初めには、1990から91シーズンに準決勝進出、1991から92シーズンに準々決勝進出、1992から93シーズンに13位となるなど、 かも不可もない成績を残した。しかし、チーバスは1980年代以末までに財政問題に見舞われ始め、クラブ内部に、ラプロモトーラ・デポルティーバと呼ばれる特別財政部門を設立した。石油会社の重役であるサルバドール・マルティネス・ガルサが特別財政部門やチームの責任者となり、1992年から10年計画の財政管理が行われた。 1993年には、ゲーラを、再び監督に起用し、1990年代、初頭のチーバスの象徴となる、ミサイルエスピノーサ、アルベルトコジョーテなどを獲得した。スクールチーム出身の若手有望株を信頼する、こととし、パウロチャベス、ホエル・サンチェスなどの有望株が羽ばたいた。1993から94シーズン始め、 報道陣とファンは、新生チーバスにラススーペルチーバスというニックネームを与えた。しかし、期待の大きさとは裏腹に、同シーズンのチームは、リギージャで早々に敗退した。1994から95シーズンには、ラモン・ラミーレスが加入し、一層大きな変化が起こった。シーズン始め、クラブの経営陣は、すべての放映権をテレビサに売却したが、テレビサは、 ライバルのクルブはアメリカの所有者だったことから、ファンから強い批判を浴びた。1993から94シーズンのレギュラーシーズンは、首位となったが、リギージャーの準決勝で、クルブ寝カ差に、あと一歩及ばず敗れた。1995年には、ゲーラ監督が去り、 オズワルド・アルディレスなどが短期間式を取った後、オランダ人のレオベーン・ハッカー監督が就任したが、1995から96シーズンは、リギージャ進出を逃した。1996から97シーズンには、1シーズンを2つに分割する新しい大会形式が採用された。シーズン前半は、インビエルの1996と呼ばれ、 ブラジル人のリカルド・フェレッティ新監督が指揮を取った。就任初年度には、レギュラーシーズンに3位となったが、リギージャ準々決勝で寝か差に敗れた。シーズン後半のベラーの1997ではトロス、ネサを2試合合合計7から2で破り、10回目のリーグ優勝を果たした。インビエルの1998では再び決勝に進出したが、今度は、 ネカクサに破れた。この時期には、アール・ラミーレスが、ライバルのクルブ・アメリカに売却され、ファンから批判を浴びた。特別財政部門による10年計画が終了しても、なお、チーバスは負債を抱えており、最終的に、クラブ売却の道を進んだ。2002年10月31日、オムニライフという栄養補助食品会社の創設者で、あり、地元出身のホルヘベルガラが、 チーバスの経営権を取得した。ベルガラ会長は、すべてのスポンサーの名前をユニフォームから外し、それ以来ユニフォームスポンサーの数は制限された。ファンド設立を目的とし、ベルガラ会長は、チーバスの名前を市場に売り込み、自身が所有する雑誌や飲料ブランドなどでも、クラブ名を広めた。クラウスウラ2003の開幕前には、 1980年代に G バスでプレーしたイーデラ・トーレ監督が就任した。しかし、アペルトゥーラ2003の序盤戦は、ひどい成績であり、イーデラ・トーレ監督は解任され、クラブのスクールチームで指導していた、オランダ人のハンス・ウェステルホフ監督が就任。ワイルドカードでなんとかリギージャの出場権を確保したが、リギージャではすぐに敗退した。アペルトゥーラ2 0 4では、 攻撃的なサッカーで、レギュラーシーズン3位となり、リギージャに進出。キーパーのオスワルド・サンチェス、ラモン・モラレス、オマール・ブラボに加え、新加入のアドルフォ・バウティスタはすぐに、ファンのお気に入りの選手となった。リギージャ準々決勝では、アトランテを破り、準決勝ではデポルティーボ・ボトルーカ FC を破ったが、決勝では、アンワム・プルマスに、PK 戦の末に敗れた。 カルロス・ベラは、チーバスの下部組織に所属していたが、2005年の FIFAU-17、ワールドカップで活躍し、チーバスで、トップチームデビューを果たす前に、アーセナル FC に移籍した。2005年のコッパリベルタドーレスでは準決勝で、優勝候補のボカジュニアーズに敗れたが、過去最高のベスト4という成績を残した。 2001年にトップチームデビューしたカルロス・サルシードは2006年に PSV ・アイントホーフェンに移籍。オランダで多くのタイトルを獲得するとともに、メキシコ代表としては100試合出場を達成している。1980年代にチーバスでプレーした JM デラ・トーレが監督に就任し、彼の在任中に11回目のリーグ優勝を飾った。 アペルトゥーラ2006のレギュラーシーズンは8位だったが、リギージャーの1回戦では、CD、ベラクルスを2試合合計6-1で、準々決勝では、クルスワスルを2試合合計4から2で、準決勝では、ライバルのクルブアメリカを破って、トルーカとの決勝に進出した。初戦は、エスタディオ・ハリスコで行われ、ブラボとブルーノ・マリオーニの得点で1から1の引き分けに終わった。 第2戦は、エスタディオ・ネメシオ・ディエスで行われたが、2から1で勝利した。チーバスは2試合合計3から2として11回目のリーグ優勝を決めた。1点目は、フランシスコ・ハビエル・ロドリゲス。2点目はバウティスタによるものだった。バウティスタは試合前に亡くなった母親にゴールと勝利を捧げた。アペルトゥーラ2006終了後、キーパーのサンチェス。 バウティスタなどが対談し、クラブは変化の時を迎えた。ハレド・ボルヘッティ、カルロス・オチョアなどが加入し、セルヒオ・アマウリなどもチームに加わった。クラウス・ウラ2007では、生え抜きのブラーボが、得点王となった。ブラボは2008年、レジェスに次いで二人目となる、クラブ通算100得点を達成している。アペルトゥーラ2007のシーズン中に、JM デラ・トーレ監督が解任され、 エフラインフローレス監督が引き継いだ。その後任のオマール・アレジャーノ監督は、リーグ戦に試合とコパリベルタドーレスに試合を指揮、しただけで退任し、フランシスコ・ラミーレス監督は、過去7年間の監督中最低の勝率にとどまった。ラミーレス監督が解任されると、ネカクサや、サンルイス FC で監督を務めた、ラウール・アリアス監督が就任した。 2009年に1月にはインテルリーガで優勝しコッパリベルタドーレスの出場権を獲得。同大会ではグループリーグを突破したが決勝トーナメント1回戦の直前に大会からのリタイアを余儀なくされた。これは新型インフルエンザがメキシコを中心に拡大し多数の死者が出たためである。それにより決勝トーナメント1回戦の対戦相手である サンパウロ FC がメキシコ遠征を拒否し、同じメキシコのサンルイス FC と共にチーバスの大会離脱が決定された。同年11月4日には、アリアス監督が解任され、ホセルイスレアルが監督に就任。ビセンテナリオ2010では爆発的なスタートを切り、開幕戦から8連勝のリーグ記録を樹立した。第9節は、回のチアパス戦だったが、 0から4で敗れれて、連勝記録が途切れた。レアル監督は多くの若手有望選手を試合に起用し、選手は監督の期待に応えた。チームはトルーカに次ぐ2位だったが、ハビエル・エルナンデスは得点王を獲得した。エルナンデスはシーズン終了後にマンチェスター・ユナイテッド FC に移籍した。2018年にはコンカカーフチャンピオンズリーグを 1> 第1回以来56年ぶりとなる優勝を果たした。FIFA クラブワールドカップでは準々決勝でアジア王者のカシマアントラーズに2の3で敗れた。エスタディオ・ムニライフ内部の後継1930年代から1960年まで、チーバスはパルケ・オブラートスと呼ばれる小規模なスタジアムでホームゲームを行っていた。1960年1月31日には、 エスタディオ・ハリスコがオープンし、同じ街のライバルである CF ・アトラスとハリスコを共用した。メキシコで 1970FIFA ワールドカップが開催された際にはグループリーグの6試合、準々決勝と準決勝の1試合ずつの計8試合がハリスコで行われた。メキシコで 1986FIFA ワールドカップが開催された際にはグループリーグの6試合、 決勝トーナメント1回戦の1試合、準々決勝と準決勝の1試合ずつの、計級試合が、ハリスコで行われた。ハリスコは、チーバスや、CF アトラスの他に、グアダラハラ大学、クルブオロ、その他のスポーツチームにも使用されていた。設備の老朽化が進み、チーバスが、自前のスタジアム所有を熱望したことから、経営陣は1億3000万ドルを投じた。 新スタジアムの建設を決定した。チーバスは1960年から2010年までハリスコを使用した。ホルヘベルガラ会長在任中の2007年5月に新スタジアムの建設が始まり、2010年7月30日に竣工した。スタジアムはエスタディオチーバスという名称となったが、オムニライフは ベルガラ会長が所有する栄養補助食品会社の名前である。スタジアムのすぐそばに森林地帯が迫っており、スタジアムと自然との調和を表すために、スタジアムの頂上部には雲と火山がデザインされている。マンチェスターユナイテッド FC を招待して落成記念試合が行われた。チーバスからマンチェスターユーに移籍したばかりのハビエル・エルなんですが、 先制点を決め、マンチェスターーが3から2で勝利した。収容人数は49,850人であり、白色に塗られた330席の特別席以外は赤色に塗られている。巨大なメイン入場口と18の出口を持っており、スタジアム内部には、クラブショップ、ミュージアム、様々な飲食店や売店がある。近い将来には、 フリークライミング用ウォールや子供向け遊戯スペースの設置も計画されている。スタジアム地下には特別席使用者のための850台収容の駐車場が設けられており、スタジアムの外には一般客向けの8000台収容の駐車場が設けられている。スタジアムはビジネス JVC センターとしてコンベンションにも使用される。メキシコシティに本拠地を置く。 クルブアメリカとは歴史的にライバル関係にあり少なくとも年2回対戦する。チーバスとクルブアメリカの対戦はクラシコでクラシコスと呼ばれメキシコのナショナルダービーとされている。両クラブはメキシコで最も成功を収め最も人気のある2クラブである。チーバスは貧者、田舎者、国内出身選手が多い株組織での育成を 重要視するなどのイメージを持たれ、クルブアメリカは、富者、都会者、国外出身選手が多い、お金で選手を買い漁るなどのイメージで語られる。初対戦は、チーバスが3から0で勝利したが、2戦目は、クルブアメリカが7-2で勝利した。徐々に、ライバル意識が形成されていったが、クラシコと呼ばれるまでには、約20年を要した。1950年代後半。 メキシコで最も人気のあった2クラブが危機に直面しメキシコ人選手のみと契約するクラブ方針を掲げていたチーバスにファンが流れたためメディア王のエミリオ・アスカラーガがクルブアメリカ会長に就任しチーバスに対するヒールを演じることでサッカー人気を盛り上げようとした1983年と1986年の対戦では ファン同士の乱闘が起こり、ライバル意識が増大する、大きな理由となった。メキシコ人選手ばかりのチーバスは善玉だ。我々は最高の外国人選手を獲得して、悪役となろう。クルブアメリカのエミリオ・アスカラーが会長、同じグアダラハラを本拠地とする、CF ・アトラスともライバル関係にある。両者の対戦はクラシコ・タパティオと呼ばれ、1916年に、 初対戦が行われたことから、メキシコ最古のローカルダービーとされている。初期の対戦では、チーバスのファンが、アトラスの選手に、マルガリータスというニックネームをつけた。これに反応したアトラスのファンは、チーバスに対して、チーバスロカスという部別的なニックネームをつけた。両クラブは、エスタディオ・ハリスコを共用していたが、現在は、チーバスは、エスタディオ・オムニライフで、 ホームゲームを戦っている。クラブ期1908年には、クルブグアダラハラに名称変更されたため、頭文字の CG がユニフォームの中央部にデザインされた。創設から数年後に初代のエンブレムがデザインされ、クラブ創設100周年の2006年にも限定的に使用された。現在のエンブレムは1923年にデザインされたものであり、 グアダラハラ氏の紋章を基調としたものである。青色のドーナツ状の円に、クラブデポルティボグアドラハラの文字が刻まれ、その内側に赤色の縦縞が5本デザインされている。青色の円の外側には、リーグ優勝回数を表す11個の星が配置されている。これらのデザインは、いずれも当時の選手や監督である、エベラルドとホセのエスピノーサ兄弟、アンヘル・ボルマール。 アントニオビジャルバーソによるものだと信じられている。1973年から2009年までは CD タパティオがリザーブチーム扱いだった。チーバスラジャーダスと呼ばれる B チームはセグンダディビシオンプレミエールなどに所属しており、プエルトバジャルタの練習場で試合が行われる。C チームはテルセーラディビシオンなどに所属しており、 ベルデバー・ジェの練習施設で試合が行われる。U-20 チームと U-17 チームの試合はエスタディオ・オムニライフで行われる。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。